FV107 シミターはイギリスで開発された偵察戦闘車、イギリス陸軍などで運用されている。この車両は FV101 スコーピオンにとてもよく似ているが、マウント部に 76mm 砲を装備する代わり、30mmL21 ラーデン機関砲を搭載している。本社は王立装甲軍団に配備された。8両の FV107 シミターが、 偵察中隊に配備されており、この偵察中隊5個で近接偵察大隊が編成され、この大隊から走行連隊が構成される。CVR シリーズの1車両で1971年に収益した。初期には本社のエンジンはジャガー J60 ガソリンエンジンを使用した。これはジャガー社の車両で使われているエンジンである。現在のイギリス軍に 配備されているシミターは CVR の対応年数延長プログラムに基づきカミンズ BTA5.9 ディーゼルエンジンに換装されている。FV101 スコーピオンと同様にシミターは1982年のフォークランド紛争においてブルーズロイヤルズ連隊と共に投入された。また国連と NATO の平和維持活動に関連しイギリス軍は本社をユーゴスラビア イラク、2010年現在はアフガニスタンにも投入している。2010年からは装甲の強化などを実施したシミターマーク2への改修が行われた。緑地迷彩のシミター、ありがとうございます。